ペンネームあきさん、三十五歳。男性が好む性格とはというタイトルなんですけど、ね、山田先生漫画を愛読してますと。とす山田先生の作品の女の子は優しくて可愛くてミステリアスですよね。はいはい、漫画は好きだけどそんな女の子いないって思って読んでいます。<laughs> はいはい、でも男性の理想的とそんな天使キャラなんですよね。うん、私はもう若くないし美女でもないですが、うん、え最近二十代後半、三十代後半、四十代前半の男性三人から誘われてデートしました。うん、多いな。やるね。数回の人もいれば十回以上会っていて でも誰とも付き合ってないしキス止まりですあらキスするの10回以上会ってて <laughs> 誰とも付き合ってなくてキス止まり,だの止まりなんか色っぽい感じでいい私の結婚につながる交際をしたいという気持ちが重いのもあると思います、うん、ですが私の本性が男性が求めるミステリアス天使からかけ離れていて、うん、女としてテンション上がらないのが一番の原因だと思うんですはい、はい、彼らから顔やスタイルについて褒められましたし見た目は気に入ったから誘ってくれると思うんです、うん、結構女ららししく優しに見られるんです 実際はガサツで思ったことをすぐに口に出すし言葉もきついし早口です手先が不器用でおっちょこちょい正直のだと思いますがミステリアスさのかけらもないと思います女友達と一緒だとマシンガントークしたり笑いを取ったりそうやって女友達と笑って美味しいお酒を飲むのがストレス解消なんですですがモテませんよねこんな性格じゃ長いな長いね年下君には見た目とのギャップが残念と言われ素の見た目を見せようとすっぴんを見せた男性とは音信不通になり男性を好きになり やりかけるとこの性格がコンプレックスで何を話せばいいのか分からなくなりますおしゃべりなのに自分の本音トークがいかに男性に受けないか身にしめているのでる、うん、男性といる時どうすればいいかわからないんです男性はやっぱりおしゃべりが過ぎる女あけっぴろげな女は嫌いなんですよね、うん、男性をバカにするつもりはありませんが男ウケするミステリアスな女性って本音を言わないのに立ち回りが上手な子づるい人が多くて <laughs> はい、はい、私はあまり好きじゃないんですはい、はい、ミステリアスって何でしょう私は男性を受けするキャラに近づける方がいいのかこの男ウケしないキャラのまま人を探、はい ほうがいいのか年齢的に時間がないので瞑想していますあ、そうですか男性が求める女性のすって何なのか知りたいんですなるほどね。これ勝手にさ自分がミステリアスな方がいいと思い込んでるだけですよまあこの人にとってミステリアスな天使のタイプがモテてるように見えてるでしょでも生物多様性なんで本当に好みがいろいろあってぶっちゃけてるあのサバサバした女の人が好きな男もいるからね結構好きですけどねあとだからガンガンなんで喋っちゃうみたいな子が好きな人もいるよね あとてて意外と男見てますからねだから女の子が嫌いな女っているじゃんが<ー>意外と男たちはバカだからあの子が本当は作ってるの分かってないよねみたいな話よくするじゃん女の人ってあれ男も分か,ってるよ分かってる分かってる、うん、分かってっけど可愛いんだよだからやられちゃうんだってこいつ作ってんなーと思いながらなんで俺になっちゃったんだろうなみたいなそういうどうしようもなさを他の女の人はあいつ作って騙された男バカで許せないみたいな感じになるんだけど全部が全部。 全部バレないわけじゃないよねこのミステリアスって、うん、レイさん的な俺礼ミステリアスに弱いよね <laughs> 知らないよ男もそうなんだけど黙ってる時にあんつユーミンの曲じゃないけどさ何も言わず横顔で笑ってってやつあんじゃん何も言わずに横顔で笑ってる時に早くこいつ帰んねえかなとか<ー>腹減ったなとか思ってるかもしんないじゃんそうそう怖いですよね、うん、だけど女の人からするとそれは素敵な横顔に見えるし素敵なことを考えてるように見える、うん、で男の方も女の子が黙って横顔見せてる時にちょっといい感じに想像するところあるよねでそここががミスステリアスなところいいいっていう要するに余白 枠を残して相手が想像する余地を作っておくとちょっといいなと思ってた人はすごくいいなっていうのに勝手になってしまうこれが恋愛の効果なんだよねだからミステリアスにいたければたまに黙ったらいいんじゃないのって話なのうん で全部喋喋んんなくてももいいいででりたいんでしょ、まあ、だからそれが自分なんでしょううで、ね、だったらそこは抑えることなくそういう君がいいよって言ってくれる人と付き合えばいいんじゃないかなと思うけど素の自分を見せるとだ男受けしないって自分で思い込んでるだけですよね<う>多分ね,ね、えー。この人多分こうすれば男はこういうふうに思ってくれるとかいう感じで物事を考えてるけど自分が好きになった人をこんなに私はどうですかってプレゼンすればいいんじゃないのこ、うん、こういうううういい女にに変わればこういうふうにモテますっててんじゃなくって 自分から気に入った男を選べばいいと思う私はこういうふうになったら3人か来ましたっていうんじゃなくて、うん、そのうちの誰が好きなんだって話だよねでその中で一番好きな人ととりあえず付き合ってみればいいんじゃないのって話だしうだうだ言ってないででもこの人自分のことを世の中が評価してないって思ってるんだろうねどっかでねそのまんまの自分をねそれ結構辛いんでこのままでいいんじゃないかなと思うよな。 で、そのままの自分をそのままで愛してくれる人っていうのを見つけたいってみんなが欲しいものは本当はそれなんですよ。じゃあどうしたらそれが手に入るかって話をしたいと思います。こうすればモテる10の秘訣というよりはこうすれば愛される人間になるんじゃないっていうことの10の秘訣ですね。で、今自分が誰かに愛されたい、受け入れられたいと思っているならばこれが大事だよっていうことをちょっと10個選んでみたのでちょっと聞いてください。これモテ論として聞いてもいいですよ。まずね、一番大事だと思うのは何と言ってもデリカシー。 デリカシーですね。デリカシーのない人間は不幸にしかなりません。だから、えー、人を傷つけるって思うような言葉は封印です。一生使わないようにしてください。幸せになりたかったらね。で、まあ、違うだろうと。ちょっとイけてるコミュニケーションは相手がちょっと怒るぐらい、感情を逆なでるするぐらいの方がいいんだぜ。みたいなことで、行きたい人は、まあ、行けばって思いますけどね。大 <laughs> 体いい幸せにならないんで、頑張ってくださいっていうことですね。二つ目はですね、闇雲に否定しないってことですね。 言い分っていうのはね、理由があるんですよ。そして歴史があるんですよね。まあ、いや、君は違うよ。それは違うよって何回も言って、まあ、議論は盛り上がるかもしれないけど、あんまりそれやっちゃダメなんですよ。思いつきで言ってることかもしれないけど、まあ、あんまりそれをやってると、心閉ざしますからね。なので、やたらと否定しないと。いや、やたら否定してくる人と喋りたくないでしょ。そういうことなんですよ。三つ目は、ギフトですね。プレゼントできるかどうかっていうね、魅力的な人っていうのは、一緒にいる間ずっとギフトをくれてる人ですよ。これ、あれ見てごらん。あれってこうなん だよとととかかかああれれっっってててこうううじゃないど思全部がギフトですねそれによって発見があったりとか自分考えたりとかそういったことがトークできるってでもちろんね滑らない話みたいにワンパッケージで面白い話ができるっていうギフトの仕方もあるんですけど君はどう思うのっていうのも十分なギフトなのでそれはトークのギフトですよねでもう一つは自分が面白いなとか思ったものを紹介したりとかそういうところに連れてってあげたりとかっていう体験をギフトするっていうねやけの見,え見える美味しい レストランに行きましょうっていうのも体験なんですけどそういうことではないんですよねそういうことだけじゃないんですよコンビニに2人で行くだけでも体験なのでそこはあんまりビジネスの方に巻き込まれないでいいと思います自分がいいなと思ったところっていうのはそこで一緒に体験する一緒に冒険するっていうそういったギフトができるかどうかっていうことだと思います次はですねユーモアですよねこのユーモアの話も散々してますけど僕はこれは柔らかさっていうふうに解釈したらいいかなと思いますね何事もトゲ とゲして人たちいるじゃないですかトゲトゲした人とは、ね、距離近くなれないですよでもね柔らかい人とはねスッと入れるっていうかこの感じをどういう風に作ったらいいのかっていうと一つはふざけるってことですよねユーモアってことですね何に関してもちょっと面白く返せるかどうかっていうそこに設定してるっていうね世の中がこれだけ深刻なんだけどそこに設定してるかしてないかで救いは違いますよねこういう人は愛されますよねえー、5つ目はですねこれパワーワードですね先ほど言ったギフトにちょっと近い話なんです けどどうしたいっていうことを言えるかどうかですね。君はどうしたいっていうね。これって相手を尊重するって話です。あと、どう思ったっていうことも、その時どう思ったっていう子育ての時によく出てきますよね。えー、闇子に怒るんじゃなくて、何かした時に、どう思ったのその時っていうね。これは聞きますよ。なんでかっていうとですね、こう思ったのに聞いてもらえなかったっていう思いをみんな抱えて生きてるんですよ。だから、あの時大変だったね、どう思ったのっていうことが聞けるかどうかで、相当距離が近 近くなるんでテクニックとしても最強なんですけど、これはテクニックではなくて、そういったマインドセットにしちゃった方がいいと思いますよ。生きていくために。あらゆる人に思いがあるっていうね。そこのマインドセットにしとくっていうね。これ愛されますよ。おめでとうございます。あと、君はどうしたいっていうのは選択肢を与えるってことなので、これね、スペースを与えるってことなんですよ。これがね、男女が長続きする男と男、女と女でもいいんですけど、人間と人間が長く付き合えるコツっていうのは、相手が自由に動けるスペースを作れるかどうか。 なんですよね、お笑いいい芸人がが仲悪くくななななななるるるっっっててうじゃでですすすかかかずとと一緒にいるとあれス、ね、スペースがなくなるからなんんんよよねヤンさんなんかよねさも思まこの人はこの領域でだと自由にやれるなっていうところを作っとかないとただいるだけになっちゃうんでさあ遊べ、さあここで暴れろっていう場所を作るとすごい大事だと思う。だからどうしたいっていうのを聞くっていうのは大事でそれを聞いてもらえれば話が始まるというね。続いてですね、ダメな自分っていうものを見せられるかどうかってことなんですよね。ダメな自分っていうものを認めて俺こういうとこ ダメななななんんんだよよよねっっっていいいうのでででここれれ荷荷物物ににらららかたたすすが困るんですよ俺なんかさーって言うと相手に荷物をかかでも、そうじゃなくて、ダメな自分を笑って話すっていうね、弱点を見せるっていうことを躊躇しない。俺は完璧だって顔してる人ほんと辛そう。で、そういう人たちっていうのは、相手のミスとかを許せないから怒ってるんですよね、いつもね。お前ここダメだって言ってるんですけど。まあ、愛されないですよね。だってみんなダメなとこあるんですよ。その、自分のダメなところっていうのは、あの人でもダメなんだってなって、救うわけですね、人をね。 あまあビートたけしがそれをやるわけですよね。俺なんか最悪だっていう話をするのは救済なわけですよね。弱点をさらすってことはね。もう一つですね。七つ目、これ結構大事な話なんですけど。陰口を言わないっていうのはね、これ意外と大事で、ずっと人の悪口ばっかり言ってる人って、ね、その場盛り上がるんですけどね。俺はおすすめしないっすよね。だってそれ聞いてたら、あ、俺も言われてんだろうなと思うわけだから、逆がいいと思いますよ。だから、陰で褒めるっていうね。これある人のメソッドですけど、ここが悪いや、あそこが悪いじゃゅうね。まあ、よっぽど仲のいい人と話すのはいいけど、 基本スタンスとしてはなるべくやめた方がいいと思います帰ってきちゃいますからね帰ってくると傷つくし非常にギスギスしてピリピリしますのでそういう人は人が寄ってこなくなっちゃうんで愛されなくなっていくんですよねこれも散々言ってますけど不機嫌を持ち込まないって話ですね自分の機嫌は自分で取るって話ですよねこれは今更言わなくてもいいと思います不機嫌を持ってくる人間は愛されないですよねご機嫌を持っていきましょうあともう一つは人とのコミュニケーションとは言いつつやっぱり自分を持ってないとダメだなっていうのはすごく ありますそれは難しいんですけど俺はこういう人間だってややこしいことにもなるんだけどこれが綺麗だなこれは好きだなとかっていうことを大事にした方がいいんじゃないかなえー何人かの魅力的な人の家に行くとその人の心がそこにあるわけですよねその人の家ってその人の心なんで俺のこの家って俺の心ですよねまあ見たら分かっちゃうですねどんな世界なのかっていうね自分の部屋見たら分かるんですよ今の自分の心ですよそれをいい感じにしていくっていうかそれが自分の世界を作っていくっていうことなのかもしれないと思いますで だから、好きなものを好きなままでいるっていう風にでもいいかなとは思います。単純にね。あと最後はですね、動物園に行ったら、全部の動物の良さを見つけるっていう人間になるっていうかね、全部の動物がいいんです。動物にランクをつけないように、世界にランクをつけないっていうか、ね、上と下で見ないとか、ジャッジしないっていうね、あれが良くてこれが悪いみたいなことにならないっていう、全部面白いので、でこのマインドセットっていうのは、とってもいいですよ。なんでかっつうとね、平等に世界を見ているっていうね、 上だあいつは下だっていうふうに見たがる気持ちはわかるんですけど刷り込まれてるんですよこれってそれは不幸にしますから女の人たちがよく言うのが定番でねレストランの店員さんに黄兵な態度を取る男は嫌いだっていうのはこの問題に直結しますね店員を見下してる男っていうのはそういうふうに社会を見てるってことなんですよつまり自分もそういうふうにジャッジされてるっていうねそして敬意のあるやつに媚びへつらうような見にくいですよね人間の価値っていうのをそういうふうに数値化して上か下かで見てるっていう 頼りたくないですよ、ね、僕だって嫌ですからね。あ、来たと思ってね。こいつ何ランクの漫画家だなと思って見る人いますよ。編集なんかでいますよね。たくさんそういう人たちに会いましたけど、友達にはならないですよね。もちろん同じ人の中でもたくさんバブル期に特に多かったですよね。漫画デビューする前ぐらいが一番きついですよね。何者でもないのでね。その時にそういう評価すんだみたいな人とは距離取ってきました。この話へ、まあ、考えれば考えるほど、老い立ちになって ちゃうんですよねだからすごくしん 国ですね。生まれながらにして条件付けで愛されちゃったかどうかってやつです。だからいわゆる独親問題ですね。無条件で愛されたかどうかっていうことで無条件でに愛せるかどうかが決まっちゃう。まあスタート時点で決まっちゃうって言ったらもう話終わりですよね。だからそうじゃない人たちは多すぎるので、僕が考えたまあ、自分なりにできることがあったら参考にしてくださいっていうことですね。まず無条件に自分を愛するってことなんですよ。今のどうしようもない自分っていうのは大好きになるっていうかそれはできないんですよね。ダメだっ言われて育っちゃったからだからここで。 いや、山田さん、そう言うけど、無理ですよって言われちゃうと、誰かが言ってあげるしかなくて、そういうのを言ってくれる人がいる環境に行くしかないですよね。例えば恋愛関係でそれを言ってくれる人がいたら、その人に完全に依存しますよね。だ、それも危険で。僕としては複数がいいと思うんですけどね。それが可能なのはやっぱミラーリングを使うしかないので、認めてあげるしかないですよ。周りを褒めてあげて、周りを承認してあげると、帰ってくるんですよね、自分にね。これが一番リアルなラインなんですよね。だから何回も言っちゃうんですよね。 ブランディングで自分を商品としてもや、完全にこれって鎧を着てるようなもんなんわけですよ。長い時間かけて、例えばすごくルックスを良くして生きたと、たくさんのお金かけて整形したとか、それからめちゃめちゃ勉強して東大に行ったとか、そうやって自分をランク上げてくれる要素みたいなものっていうのを武装してる人たちは、一旦それを外さないと。外して、自分も外さなきゃいけないし、あらゆる人の そういったものの見方っていうかね、電脳メガネで見て、相手が学歴がこれくらい、身長はこれくらい、ルッはこれくらいってバーって数値化して出てる人たちがほとんどだと思います。これが評価主義ですよね。このメガネを外さないと、人が人に見えないんですよね。数字で見えてるっていうか、その世界観は現実的には人を幸せにしない。ので、そんなくだらない数字を全部一回外した方がいいよなっていう話。